では早速始めたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まずは身長、体重、年齢をお願いします。はい、身長は185センチ、体重は125キロ、年齢は40歳になります。スポーツは何をしていますか？スポーツはアメリカンフットボールを、今年で20年目になります。はい、こういう撮影は初めてですか？そうですね、初めてなので今ちょっと緊張していますが、頑張りますのでよろしくお願いします。いや、なんかおかしくないですかこれ？ちょっとカットしましょう。はい、皆様改めましてこんにちは。この度、ミスターゲイジャパンのファイナリストに選出いただいた加藤亮と申します。よろしくお願いします。ですね、僕がこの度ミスターゲイジャパンにエントリーした理由が2つありまして、1つ目がですね、僕が今仕事でやっておりますお金と健康に関する情報発信、これをより多くの方に届けたいと思ってエントリーしました。僕は仕事で保険の営業をしているのですが、ほとんどの方が LGBT の当事者の方です。でもしかしたらね、皆さん保険に入ってるかもしれませんが、保険の入りすぎであったり、俺は残す人がいないから保険いらないよっていうね、保険が足らない人がいたりと、よりねその人に寄り添った、情報提供ができるように普段活動をしております。もう一つは健康についてなんですが、パーソナルトレーナーの資格を持っておりますので、新しいトレーニングの方法を普及していきたいなと思っております。それでは2つ目の理由に入る前にちょっと着替えていきたいと思います。はい、着替えてきました。はい、これが2つ目の理由です。見てる通りに僕はアメリカンフットボールを今年で20年目ですね、やっております。2つ目の理由としましては、スポーツと SDGs、 スポーツとジェンダーの問題に少し関わっていきたいと思っております。全ての人に、ね、受け入れられる環境を作ろうっていうのは無理かもしれませんが、まず知らないことを知ることによって環境が変わっていくと思います。そういう、ね、情報発信をして多くの方が、ね、スポーツを楽しめる環境を作りに、ね、貢献できればと思っております。はい、以上が2つ目の理由でした。簡単ではございますが、自己紹介これで終了させていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。